ほら、あそこだ。さあ、こっちの方が近い。わあ。うん？別にただ、こんなの見たの初めてだったから。森のことか？うん。森って初めて。森っていいね。なんでマーリンのところに戻らないの？自分で連れて行けるなら俺たちに預けないだろう。怪我は治ったかもよ。怒らせる気はないが、そもそもあいつがまだ生きてる保証すらないんだ。あの人は本当にタフだよ。関係ない。どうせ町へ無事に戻るのが難しいんだ。俺も町へ戻れるならそうするさ。ダメか。よじ登る？ダメだ。有刺鉄線がある。ここは諦めよう。ね、見て。ホタルだ。これ本物だよ。ああ、分かってる。ごめん、つい。ごめん、一瞬見とれてた。上から見てみよう。よし、行こう。ビル、お前か。いつもどこで会うの？場合による。ここ来たことないんでしょ？ここに住んでるのは知ってたが、
直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う？だといいな。なら、確かめに行かないとね。そうだな。こっちだ。気をつけろ。高いぞ。入るぞ。どうした？口笛吹きたいんだけど。吹けてないぞ。分かってる。ダメだ。反対から塞いである。ねえ、持ち上げて。ダメだ。やめといた方がいい。私は持ち上げらんないから、そうするしかないでしょ。よし、こっちだ。足を出せ。いいか、ここを開けるだけだぞ。分かってるな。任せて。おい、落ち着け。ねえ、友達から車を借りたとして、その後は？そうだな、トミーを探す。あんたの弟のこと？しかもあいつは元ファイヤーフライだ。情報を持ってる。分かった。かなり遠くに住んでるから車がいる。見てノームだ。ああ、ノームだな。ノームが描かれた画集持ってたんだ。
すごく可愛いよね。妖精はダメ、気持ち悪い。そうか。すごい。やったことあるのか？うん。でもこのゲームを大好きな友達がいた。なんかね、エンジェルナイフってキャラがいるらしいんだけど、なんだっけ、パンチしてお腹に穴開けるんだって。ゲームはどうも苦手だったな。遊んでみたかったな。強制避難って書いてあるけど、どこへ逃げるのよ。それはな、隔離地域だ。感染者が現れる前にニュースを知った場所だよ。奇跡的に。辛いね。何もかも置いていかなきゃいけないなんて。マシな方だ。奴らはかつての国を取り戻したかったんだろう。まあ、ワクチンがあればできるかもしれない。かもな。あれはビルの仕業だ。他に誰かいるの？俺が知る限りビルだけだ。見て。
なんか悲しいよね。何が？レコードはこんなにあるのに聞く人がいないんだ。おかしいよ。なんだ？うわ、びっくりした。ちょっと、今の何だったの？きっと、ビルの仕掛けたトラップだ。その人おかしいんじゃないの？おかしいなんてもんじゃないな。一体どういう人なの？ビルは、密売してた時の仲間で、調達係だ。会う前に吹っ飛ばされなくていいけど。気をつけて移動すれば大丈夫だ。ワイヤーがあるだろう。あれに触れないように動けば大丈夫だ。わかった。すごいね。やり方を教えて。使わせて。結構打つの得意だから。こういうのは俺に任せとけ。でも私も武器を持てば助け合えるし。バカを言うな。いいぞ、上がれ。了解。よし、こいつを使おう。